エストレマドゥーラ州は、スペインを構成する、自治州。バダホス県とカセレス県の日県からなる。州とは、メリダ。北は、カスティーリア・イレオン州。東は、カスティーリア・ラマンチャ州。南は、アンダルシア州。西は、ポルトガルと接している。北部には、タホ川。南部には、グアディアナ川が流れる。モンフラグエ国立公園がある。古代ローマ時代には、 エストレマドゥーラ地方の大部分とポルトガル南部はルシタニア族州の領域でメリダに州都が置かれていた。現在でもメリダには多くのローマ建築が残されている。エストレマドゥーラの語源はドゥエロ川の向こうであり、キリスト教諸国から見たドゥエロ川わいのイスラム教、都市配置を指した。レコンキスタの初期には文字通りドゥエロ川のすぐ南がエストレマドゥーラであったが、 レコンキスタの進展とともに、エストレマデューラは南下し、最終的に現在のカセレス県とバダホス県の地域が、エストレマデューラと呼ばれるようになった。愛好会時代には、エストレマデューラは多くのコンキスタドールの出身地となった。コルテス、ピサロ、ペドロデバルデビアなどである。このため、アメリカには、エストレマデューラ地方の地名にちなんだ都市が多い。メキシコやベネズエラには、 メリダの名を持つ都市が作られている。エストレマドゥーラのメデジンは小さな町だが、コロンビアのメデジンは人口200万以上である。アメリカ合衆国のアルバカーキはアルブルケルケにちなんで名付けられた。ペドロデバルディビアは現在のチリの首都サンティアゴでチレをサンティアゴデヌエバエストレマドゥーラという名前で建設した。1833年スペイン地方行政区分際編によって、 スペインには49県が設置され、エストレマドゥーラ地域にはカセレス県とバダホス県が設置された。1939年から1975年のフランコ独裁体制を経て民主化後の1983年2月26日には自治州法が制定され、カセレス県とバダホス県の範囲にエストレマドゥーラ州が発足した。主要都市の一関係エストレマドゥーラ州は、 バダホス県とカセレス県の2県によって構成されている。スペインに50ある県の中で最も面積が大きな県はバダホス県であり、2番目に面積が大きな県はカセレス県である。スペインに約8000あるムニシピオの中で最も面積が大きな自治体はバダホスであり、3番目に面積が大きな自治体はカセレスである。その他の主な自治体には、 エストレマデューラ州の州都であるメリダやカセレス県のプラセンシアがある。コルテスピサロスルバラン。ありがとうございます。